つなぐ思い、バトンに込めた願い。常磐木学園陸上部 4×100m リレーチーム。インターハイで大会記録で優勝、大会記録の更新で優勝、大会新で優勝、優勝です。6月、大雨の中行われた東北大会。常磐木は悪天候にもかかわらず大会新記録で見事優勝。2年ぶりのインターハイ出場を勝ち取りました。大会新記録は出せて、まだまだ縮められるっていう部分はあるんですけど、みんなを信じてすごく納得のいくレースができたのではないかなと思います。8月、確かな手応えを胸に迎えたインターハイ。順調に予選を突破した常磐木でしたが、部長の浅野さんが腰を痛め走ることができなくなってしまいました。仲間に託した夢。チームの絆で頂点を目指した常磐木学園の熱い夏を追いました。これまで何度も宮城で輝かしい記録を残してきた常磐木学園陸上部。選手たちは普段学校を離れ、練習を行う陸上競技場まで走って移動しています。自らの記録を高める個人種目が多い中、チームとなり頂点を目指している選手たちがいました。100メートルずつを4人が走る 4×100m リレー、通称 4K。 その魅力とは。全員の思いがつながってるなっていう感じが、絆っていうのもこうさらに大事にして、みんなの気持ちを背負ってこう走れる。信頼関係だとかバトンパスの面でタイムが大きく変わるっていう部分が 4K の魅力かなっていうふうに思います。常磐木は2年前に行われた北信越インターハイでチーム最高の7位入賞を果たしました。しかし、その記録超えを掲げ挑んだ去年の東北大会では、2走と3走のバトンパスで Takeover Zone と呼ばれる、バトンを渡し終えなくてはいけないラインを越えてしまい、一度戻ってのバトンパス。これで遅れを取った常磐木は全国の舞台にすら立てませんでした。終わった後は実感が湧かなくて、でもこう先輩方と合流した時に本当にもう終わってしまったんだなっていう気持ちで、本当にもうすごい落ち込むどころじゃないくらい落ち込んでしまって。それから1年、2年ぶりのインターハイ出場をかけ挑んだ東北大会。
この日は大雨が降る最悪のコンディションでしたが、選手たちは去年の反省を生かし、バトンミスをしないようにと声を掛け合いながら臨みました。決勝に出場したのはこの4人。上位6チームがインターハイ出場です。6レーンの時輪に、1走の板橋から2走の大月に順当にバトンが渡ると、大月は一気に加速し3走の千葉へ。ここもスムーズなバトンパス。千葉は先頭をキープし、アンカーの浅野へ。最後も確実にバトンがつながりました。時和には2位以下を大きく引き離し、1着でフィニッシュ。タイムは46秒40で大会新記録。悪天候の中で不安もありましたが、見事優勝で2年ぶりにインターハイの切符を勝ち取りました。コンディションも悪かった中だったんですけど、とにかくバトンをつないで優勝という形でインターハイにつなげることができたので、すごい良かったなっていうふうに思います。ここで改めて時輪のリレーメンバーを紹介します。1走は3年生の板橋瑠香さん。専門は 400m 走ですが、100メートル走のベストも12秒25。スタミナがある分、後半に伸びる走りが魅力です。2走は同じく3年生の大月ゆめさん。チームで唯一2年前のインターハイで 4×100m リレーを走っていて、その経験を仲間に伝えています。他の大会とかよりも緊張とかするんですけど、気持ちは高まっているので、こう絶対タイムは出ると思うので、落ち着くことと、そのインターハイの舞台を楽しむことが一番大事かなと思います。そんな大月さんとともにカメラに可愛らしくアピールしてくれたのが、3走の2年生千葉安寿さん。普段はお茶目な性格ですが、自己ベストはチームトップの11秒84。東北大会では個人 100m 走でも見事優勝。勢いそのままに足でチームを引っ張ります。そしてアンカーは部長の浅野結さん。リレーが大好きということもあり、個人で走るよりもリレーの方がスピードに乗って走れていると感じています。アンカーとしてみんなの気持ちを体現できる人、そうでありたいですねそしてインターハイ出場を語る上で欠かせない2人の1年生がいます。佐藤ノアさんとリバースリアナさんです。2人はそれぞれ県総体と東北大会で 400m 走にもエントリーした板橋さんに代わり、予選準決勝を走りました。しかし、私のこのアクシデントのせいでインターハイに行けないっていうことを考えると、もうすごく頭が真っ白になったし、リアナさんが出場した東北大会準決勝、あるアクシデントに見舞われました。勢いよくスタートを切ったリアナさんでしたが、走っている途中、なんと足が肉離れに。バトンが途切れればインターハイへの夢も途絶えるところでしたが、先輩の思い、そして
インターハイへのバトンをなんとかつなげました。つなぐことしか考えていなくて、正直泣きそうにもなってたんですけど、そういう中でもリレーでバトンを渡せたことはすごく嬉しかったし、とても安心しました。実際に走る4人だけではない、バトンをつなげてくれた後輩への思いを背負う分、チームはより一層強くなります。県で自分もつないだので、自分の思いも先輩たちがこう持ってってくれたのかなって結構嬉しかったです。予選準決でバトンがつながないと自分が走る決勝のところには来れないので、こういつも確実につないでここまで来てくれてるので本当に感謝しかないです。1年生のおかげでこのまずインターハイに進めるので、1年生の気持ちも背負ってインターハイ頑張りたいなと思ってます。東北大会から1週間、チームにある不安要素が生じていました。アンカーを務めるキャプテンの浅野さんが腰を痛め練習ができずにいたのです。実は浅野さん、1年生の時にも苦い思い出が。2年前、浅野さんは1年生ながらリレーメンバーを勝ち取りました。東北大会ではアンカーを任され、見事1着でフィニッシュ。インターハイ出場に貢献しました。しかしその後の練習中に太ももを負傷、インターハイに間に合わず、アンカーの大役は同じ1年生の大月さんに託すこととなりました。今年が高校最後のインターハイ、練習ができていない不安もありますが、それでも前向きにこの期間を乗り越えようとしています。怪我をしてしまってすぐの時はこうちょっと落ち込んだりっていうのはあったんですけど、みんなだったりあと先生方が声をかけてくださっているので、欲張らずにインターハイに向けてしっかり走れるように頑張っていきたいと思ってます。走りたい。はい、絶対走りたいです。絶対に走りたい、この強い思いを叶えるため、1年生の頃から浅野さんを指導してきた遠藤先生が選手たちに伝え続けていることがあります。浅野唯がトップでゴールを走り抜ける、そのイメージが、私たちスタッフの中にはもう完全にできていますので、それをずっとインターハイまでイメージ毎日持ち続けながら、選手と接していきたいなって思っているし、それも選手たちにも、言い続けていきたいなって思ってます。目指せ頂点。北海道での開催となったインターハイ、4×100m リレーの予選は大会初日に行われました。腰を怪我していた浅野さんもなんとかこの舞台に立つことができました。ずっとこのインターハイに向けて冬も全部頑張ってきたので、やっとここまで来たなっていう感じ。一番外、9レーンの時はに バトンを渡す距離が遠くなってしまい、わずかなタイムロスもありましたが、大月は全速力で3走の千葉へ。
ここはスムーズにバトンが渡ると、千葉は1位のままアンカーの浅野へ。久しぶりのレースで気持ちが先行してしまったと話す浅野でしたが、リードを守りきり1着でフィニッシュ。タイムは46秒75とチームベストの45秒97には及びませんでしたが、まずは準決勝進出を決めました。タイムはあまり良くはないんですけど、そこは個々の走りと、あとその 1,2 でロスをしてしまった部分をしっかりこうロスなく渡して、自分たちらしくこう準決勝を走りたいなと思います。順調に予選突破を果たした時はに、しかし準決勝当日、あるアクシデントがチームを襲いました。目指せ頂点。準決勝が行われた大会2日目、チームにあるアクシデントが起こっていました。アンカーを務めていた浅野さんの腰の状態が思わしくなく、準決勝を走ることができなくなってしまいました。代わりを託されたのは1年生の佐藤ノアさん。本当に自分が走っていいのかみたいな感じはあったんですけど、重く捉えるんじゃなくて、走らない先輩の分まで自分が頑張んなきゃダメだなっていうふうに思いました。走りたくても走れない仲間の分まで。今ハッとしますよ。思いを背負う。ゆい先輩の思いをちゃんとつなぐっていう意味も込めて、ゆい先輩のハチマキをつけたいなって思ってつけました。ゆいの分まで走る、みんなでこうしっかりカバーしようっていう。大一番頑張りましょう。最後夢を託す。もうスタート前からこう泣きそうになる感じで、こう私の分もっていう言葉をたくさんかけてくれたので、応援する、でそういう気持ちにこう切り替えてというわけじゃないんですけど、こう、ね、任せるしかないなっていうふうに思いました。ときわに学園、運命の準決勝へ。迎えた準決勝、24チーム中8チームが決勝進出となるため、その組の2位以内に入るか、3位以下の場合は全体でのタイム次第となります。1走は1年生の佐藤ノア、2走大月夢、3走千葉安寿。アンカーはこれまで一走を任されてきた板橋瑠香。6レーンの時はに、1年生の佐藤が堂々とした走りを見せ大月へ。後輩からのバトンを託された大月はスピードに乗って3走の千葉へ。個人 100m 走で4位入賞を果たした千葉が一気に追い上げると、混戦のままアンカーの板橋へ。
結果は3着でフィニッシュ。決勝進出は最終組の結果次第となりました。全体の8位内に入ることができるのでしょうか。際にはわずか0秒12差で決勝進出とはなりませんでした。まあ、勝負の世界だからね、仕方ないいろいろある中でね、本当に僕頑張っても、頑張ったの一言じゃ済ませられない。それ以上に頑張ってきたけど。でもどのチームも同じだよきっとね。まあ国がとにかく次のことを考えてやるしかないからね。ありがとうございました。ありがとうございました。ずっと目標にしてきたインターハイでの日本一は叶いませんでした。それでも思いを背負って戦った彼女たちの絆はより一層深いものに。来月また同じ仲間たちと日本選手権に出場する常盤に、インターハイでの悔しさを糧に新たな挑戦を。今回のインターハイでの優勝タイム以上のものを日本選手権で出そうっていうのを4人で話し合って決めました。この悔しさをしっかりとこれからのこう走りの面でも気持ちの面でも力に変えていって、またその目標に向かって頑張っていきたいなっていうふうに思います。絶対にその好記録を出して、その記録には絶対に勝って、自分たちがこうしっかり頂点に立てるようにしたいなと思います。みんなでできる最後になると思うので、そこに向けてこの3年間みんなで頑張ってきたことをしっかり結果として出せるように、腰のことだったり走りの面でもしっかり戻せるように頑張りたいと思います。頂点を目指す戦いはまだ終わらない。Ha ha ha!